どうもこんにちは、ひよこしょうです。この動画ではチルドブラシのコントローラーの左右の機能が逆になってしまって、正直詰んだという人、直せなくて困ったっていう人のために動画を上げています。この動画を見ればすぐに解決するので、ぜひ見ていてください。では簡潔に説明していきます。よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。では、一旦私の実写画面でも構いませんが、ゲーム画面の方を見ていただいた方が分かりやすいかもしれません。よろしくお願いします。コントローラー右でタック、左がパレットっていう状態ですよね。これがある日突然切り替わってしまうってことあるんです。私実際になりました。なって泣きながら海外のサイトを調べて発見して、今無事に左右を切り替える方法を知ることができたので、皆さんにも共有したいと思います。これ簡単です。コントローラーを垂直にして、お尻同士をぶちかますじゃないですね、お尻同士をぶつけます。こんな感じです。簡単ですよね。右手がパレットで左手が角っていう風に変更になりました。これで左利きの方はちゃんと左手で絵を描くことができるようになるので、これ困ってた人もしかしたら結構いるんじゃないかなと私は個人的に思ってるんですけども、このやり方を使ってぜひ快適なチルドブラシライフをお送りください。でこれポイントが1点ありまして、実はこれ V の字でぶつけても変わってくれないんです。私これでも結構悩みました。お尻同士ぶつけてるのに全然変わらんぞっていう風な感じだったんですけど、これはちゃんと垂直にした状態でぶつけるとこのように簡単に変えることができます。なので焦らずにしっかりとこのコントローラー同士を垂直に構えて、しっかりとお尻とお尻をぶつけるっていう風なやり方をするようにしていただければ、確実に簡単に左右切り替えが可能ですので、ぜひお試しください。ではこの動画のまとめですが、左右のコントローラーの機能を変えるには、垂直に構えてお尻をぶつけることで簡単に機能が切り替えられるよっていう内容でした。今回はすごいシンプルでしたね。はい、お疲れ様でした。ではこの動画もし役に立ったとか助かったとか感じていただけたのならば、ぜひチャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。またコメントも全て確認させていただきますので、ぜひお待ちしております。はい、以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。